で、幸宏さんプロデュースのニプロミクスがね、その次にはい、出たわけですよ。嬉しかったですね。これこは。れはだから山中湖のスタジオで合宿したってことだね。そうですね。あ、だこの時だよ、だから酒飲んでたのね。そうですよ。これは東京の、これはそう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 、なんとか、どこのスタジオでしたっけ。あ、田町ですか。そう、覚えてますよ。これはもう幸宏さんがやっぱりすごく SET を気に入ってくれてそうですプね。ロデュースしてくれたってことだからね。これの SET のギャグを認めてくれて、この1枚のアルバムになってんですもんね。これは嬉しかったですよ。それでラップもやったし、うん。あとド演歌をやろうっつってね、男日本あ、払う時はもう、はいはいはい、高見君のね。このド演歌の演歌で使いそうな言葉を無理やり使ってる面白さみたいなね、そういう結構でもこれギャグとしてはレベル高いよね、ああ、そうかもしそうれいませうんね。意味のおかしさを狙うっていうのは。で、大体日本っていうものの昔からある風習とかそういうものをギャグにしてニポロミクスで、ナレーションがフランス語と英語なんだよね、ああ、確か。そうです、そうです、その辺確か。のなんかセンスの良さというかかっこよさもあったね。うん、先端。曲書 先端いってます。先端ですね。そうだ、だからすごく良かったし、このジャケットのこの子供のなんだろう、これも俺すごい気に入ってるんだけどね。これは何かあれなんですか。なんかこれとこうなるのは何かどうなんこだう。ろう、本当にこれは有名な人の子供時代と大人時代っていうこそうとなんなでんですすか。よね。これプレスリーじゃないんですか。これプレスリーじゃないでしょ、プレスリーじゃないんですか。もうずっとプレスリーこれ、だと思違いっますよ。て。違うんですか。これ誰でしたっけ。プレスリーの若い頃だと思うんです。違う違う違う、何つったっけな、今ね、スーパー出ますよ。ほら、この人です。同一人物、この子供と。ドイツ人じゃない、ドイツ人じゃない。同一人物。あ、これが子供時代ですね。この人。ね、まあそんなことで手を打ってくださいよ。はい、わかりました。はい。はだからこれが SET のある意味劇団としての初めてのアルバムだよね。そうですね。スーパーエキセントリックシアターっていうアルバムだから、はい。それを YMO の幸宏さんがプロデュースしてくれたっていうのもまあ嬉しいよね。うん、そしてスタジオっていうか合宿場から見える富士山の美しかったこと。うん、俺はほらギャグ抱えてたからあそうですんね。まり見てないんだね、富士山は。ずっと見てたの もうその嬉しさ、富士山の綺麗さ、ね、みんなで来た川合口だもん宿、ね、それは見えるよね。それでちょっと騒いじゃったんですかね、酒飲んで。いいよね。どうもすみませんでした、本当に。今聞いても絶対面白いです。これはその時代の流行り言葉とかそういうの入ってないからね、はい、そうですね。今、面白やっいぱと思いります。設定が。ただ例えば男湯と女湯が銭湯は別れてたっていうのを知らなければ笑えないギャグとかね、ああ。その男湯と女湯の間でのこういう会話っていうのは目に浮かばないもんね、今の若い人たちは。それはあるそうかいも、う部それ分はあはあるるかかももししれれなないいけど、いや十分いろいろ笑える部分はあると思うね。あと空手部のやつが挨拶して背骨折っちゃうってなったな、チャーシューとか言りましう。で、た背ね。骨が折れる音が気に入らなくてベニヤ板を探したっていう話があるけど、いい音が探しました。べきっていう、探しました。それは僕も一緒に探しましそれは探したよ。た。それ探すの得意だもん。そうですか。山でいろんなもん拾ってたんでしょ。拾って、まあ拾ってはいないですけど。これはまあどうじゃろうか。
これがラップですか。これラップはビートザラップでしょ。あ、ちょっとラップだけはね、今から聞くとすごい。まあそりゃそうだよね。今のラップすごいですね。今のはもう日本語でもかっこいいラップになってるからね。かっこいいですね。これは俺たちがギャグとして分かりやすくやってるから、もう全然、もちろんやぼったいよね。30年前にラッパーでもない僕たちがやったラップ、小倉の最初のラップの出だしが、皆さん私が小倉です、うん、ラップじゃないよね。喋ってただけ、ただ喋ってる。包みたくなっちゃうよ、お前。ラップだけに、ラップだけに。あ、言ってくれた、ちゃんと拾ってくれた今。これは聞いて笑ってほしいですよ。本当にバカにして笑いますよ。このラップだけは偉いでしょ。俺はちょっと前に傾けてると偉いでしょ。あ、そうですか。手からないように。手がってましたか。手がってましたか。手がってないんだよ。いやー。